半戦スタート。後半戦1投目は美しく華麗な漆黒の牧羊犬、ベルジニアンシェパードドッググローネンダール。実はドッグショーをやっている方もこの犬種を知らない方も多いのですが、皆様も今回初めてお目にかかったのではないのでしょうか。性格はとても忠実で用心深く、がっしりとした骨格を持ち、家畜の群れを追って何時間も走り続けることができる精力的な犬種です。光沢のある黒く美しい毛色がさらにこの犬種の魅力を引き立てています。犬名はハピネスイヤーギャラクシーオブビフレスト JP、 コールネームはギャラン。素晴らしい経歴の持ち主ですが、今年4月に開催されたジャパンインターナショナルドッグショーではベストオブブリード賞を獲得しております。ブリーダーは松本静子様、オーナーは泉美香子様、ハンドラーは新井真由美様です。続きましては野鳥を狩りをする際の代表的な犬、イングリッシュスプリンガースパニエル。鳥猟犬として古い歴史を持つ犬で、イギリスで最も古く大きいスパニエル種です。銃が発達してない時代には瞬足を活用して鳥を飛び立たせ、網に追い込むのが得意技だったと言われております。素早い行動と忍耐力を持ち、スタミナ抜群で、どんな環境下でも躊躇せず獲物に突進するとても足の速い万能犬です。今回ご紹介のスプリンガースパニエルの名前はジョイポケットコーキングオブポップ、コールネームはマイケル。前回のロゼにエントリーしたサブリナちゃんのお兄さん犬になります。兄同様とても愉快で楽しい、ドッグショーも大好きな子です。ブリーダーは新井真由美さん、そしてハンドラーとしても活躍しております。続いて登場するのはすっかりおなじみ、あらゆる人々の忠実な友人、ゴールデンレトリバー。
もう知らない人はいないほど有名ですよね。ラブラドールレトリバーと同じくとても頭が良く、性格的にはとても寛大で、全身で感情を表現する楽しい犬種です。大型犬ですがとても親しみやすい風貌があり、とても頼りになり散歩もしやすいのですが、わがままに育ててしまうと頭がいいだけに自分本位に行動してしまうので、毅然としたしつけが絶対条件になります。今回ご紹介します犬名をクシマスターズデラックスバニラ FCI といい、コールネームはアンジェラです。非常に性格も良く、昨年11月にお母さんになりました。可愛い子たちもご紹介できる日が近いと思います。ブリーダーは九州の串間慶三様、オーナーは新井増代様、ハンドラーは新井真由美様です。最後に登場しますのはイギリス生まれの超レアな闘犬、アメリカンスタッフォードシャーテリア。非常に珍しい犬種で、私も紹介のしごたえがあります。こちらもドッグショーではなかなか見ることのできない犬種なのですが、この数年日本でも徐々に繁殖されております。アメリカ原産の闘犬で、アメリカンピットブルテリアはこれの弟分の犬種にあたります。もともとはイギリスのスタッフォードシャー地方が出身とされています。結構きつい性格で、しつけをしていなければオーナーにも牙を剥くことがあるそうです。家庭犬として性格も改善されていますが、やはり気が強い部分があります。今回ご紹介するのはチャンピオン犬で、パーラップティピットジーハンキー、コールネームはラップ。ティピットズハンキー犬舎出身で、ブリーダーはチェコ共和国の花様です。オーナーは山上アシタ様です。今ご紹介いたしました4頭に今一度登場していただきましょう。大きな拍手でお迎えください。エントリーナンバー5番、ベルジニアンシェパードドッググローネンダール。エントリーナンバー6番、イングリッシュスプリンガースパニエル。エントリーナンバー7番、ゴールデンレトリバー。エントリーナンバー8番、アメリカンスタッフォードシャーテリア。以上、後半の素敵な4頭でした。ありがとうございました。大きな拍手でお見送りください。